中原信夫は、日本の建築設備学者で、名古屋大学名誉教授、NPO 法人建築設備、コミッショニング協会名誉理事長。協会の設立に尽力し分野の継続的な普及、啓蒙活動及び人材育成に努める。他日本建築学会理事、東海支部長、就寝生会員。空気庁は、衛生工学会理事をはじめ、 旧建設省建築技術審査会委員、通商産業省、経済産業省総合エネルギー調査会臨時委員、旧文部省学術審議会専門委員を歴任するなど多くの要職を務めた。1957年、東京大学工学部建築学科を卒業し、大林組本店入社。建築部設備課に配属し1970年、 同社東京本社建築本部設備部計画課長、設計課長、1977年同社、東京本社建築本部設備部長をつけ、大阪大林ビルの建築設備において、日本初の本格的な最適化制御を導入、熱負荷計算法、空気分布、正常、空気搬送、ビル管理、故障検知などの諸問題の解決に取り組んでいる。 これら豊富な実務経験をもとにした、省エネルギー設計、最適運転管理、制御、性能評価等に関する多くの業績が、日本の建築設備の設計理念、手法の礎をなすものとなっていく。1978年に大林組を退職し、名古屋大学工学部建築学科教授に、1983年より30年以上にわたり、聖火大学、 道積大学といった中国の主要大学や中国建築科学研究員との交流を深め多くの中国人研究者技術者を育成する。1987年日本の IEA エクバックスの実施協定参加を機にエネルギーマネジメントなどで日本代表として参画建築設備の設計運用制御の最適化や設備コミッショニングの国際展開を主導。 1996年、名古屋大学を定年退官。神奈川大学工学部建築学科特任教授。環境システック中原研究所代表。2000年、神奈川大学退職。著書に、空調システムの最適設計。新建築学大計27設備計画。ビル、建築設備の省エネルギー。設計、管理技術の基礎から応用までなど。 2016年日本建築学会賞大賞受賞。日本建築学会賞は、業績と論文をはじめ、アッシュレ・インターナショナルベストペーパーアワード、空気調和衛生工学会賞、道徳別賞、太陽エネルギー学会論文賞などを受賞している。ありがとうございます。